トロンはエルサレム王国の有力貴族。エルサレム王女イザベルの夫であったが、王位につくことを拒み、後に婚姻を解消させられた。1179年に、祖父オンフロア2世からトロン教領を継承した。また母エティエネットデミリーを通じて、オルトリージャードン教領の継承権も有していた。1180年、彼は、 エルサレム王ーボードアン4世のイボ妹イザベルと結婚するためトロン協領を手放した。というのもボードアン4世はハンセン病を患っていた病弱であり、オンフロア4世が大所領を2つ所持して兄弟化しすぎるのを嫌がったからである。1183年秋、オンフロア4世はケラク城でイザベルとの結婚式を挙げた。そこをアイユー部長のスルターンであるサラフッティーンに 襲撃され、城を包囲されたが、ボードアン4世とトリポリハクレーモン3世に、救出された。1185年にボードアン4世が死去すると、その使命により彼の幼い老いボードアン5世が即位、したが、彼も1186年夏に死去した。エルサレム王国の貴族たちはボードアン4世の姉、シビエユとその夫ギード・リュージニアンに王国を、継承されるのを嫌い。 オンフロアとイザベルをエルサレム王にしようとした。しかしオンフロアは即位するのを嫌がって脱走し、シビエルとギーに侵入した。1187年のヒッティーンの戦いで、エルサレム王国軍がサラーフッティーンに壊滅させられた時、オンフロアは捕虜となった。母エティエネトは、所領のオルトリジョルゲーンの要塞軍と引き換えに、オンフロアを解放するよう、 サラーフティーンと交渉した。下落城とモンレアル城の守備兵は、アイユー部長に降伏するのを拒んだが、サラーフティーンは咎め立てせずオンフロアを解放した。その上で、サラーフティーンは領城を攻撃し、1188年にカラクを、1189年前半にモンレアル城を攻略した。1190年秋にシビーユが死去すると、 イザベルの系譜バリアンデーブランをはじめとするほとんどのエルサレム王国貴族は、イザベルを有能な軍人であるモンフェラート公、コンラート一世と結婚させようと考えた。オンフロアとイザベルはこの動きに抗議したが、結局二人の結婚は取り消された。その後オンフロアは1191年から1192年にかけて、イングランド王リチャード一世の軍に参じた。 アラビア語に堪能だったオンフロアは、リチャード一世の代理として、サラー・フッティーンの弟で代理である、アルイコール・アーディルとの交渉に携わった。オンフロア4世は1165年頃、同盟のオンフロアと、エティエネットで、ミリーの子として生まれた。オンフロア4世が、まだ幼い頃の1173年に、父が死去した。間もなく、母。 エティエネットがウルトリー・ジャードン教領を継承した。彼女はエルサレム王国執事、ミレド・プランシーと再婚したが、この夫は1174年10月に暗殺された。翌年、エティエネットはルノード・シャキオンと再婚した。祖父オンフロは2世がバニャスの戦いで受けた傷が元で1179年4月22日に没死したため、オンフロは4世はトロン教領を継承した。 1180年10月、オンフロア4世は、エルサレム王ボードアン4世の8歳のイボ妹、イザベルと婚約した。オンフロア4世の系譜、ルノード・シャティオンとイザベルの系譜バリアン・レーブランは、それぞれエルサレム王国内の貴族の2大派閥の指導者であった。ボードアン4世が、ハンセン病のために単独で王国を統治することができなかったため、両派閥が、 王国の実権をめぐって争っていたのである。婚約時の役場に従い、オンフロア4世はトロン、バニアス、チャスルヌフといった領地をボードアン4世に返上し、代わりに7000ベザントの貨幣風を与えられた。これはボードアン4世が、オンフロア4世の下でトロンとオルトリージャードンという、大きな二所領が統合され、脅威となる可能性を未然に防ぐために取った、方策だった。 オードゥアン4世は、1183年頃に、トロンのフォードもしくはその溶液権を、母アニエス・ドクルトネに与えた。1183年9月、エジプトとシリアを一手に収めたアイユー部長のサラーフ・ティームが、エルサレム王国に侵攻した。オンフロア4世は、オルトリッチャーデーンの兵を率いて、ルノード・シャティ4の元から、エルサレム王国の連合本軍の元に派遣された。 しかし彼の部隊はギルボア山でサラーフッディーン軍の奇襲を受け、ほとんど全滅に近い大敗を起死した。サラーフッディーンも自国の本軍を戦闘に参加するよう説得することができず、10月7日に撤退した。ケラク城戦183年秋、オンフロア4世とイザベルはケラク城で結婚式を挙げた。ところがその式の真っ最中に、 サラーフッティーンが襲撃してきて城を包囲した。これは、ルノードシャティ T4 が2月に、航海沿岸で略奪遠征を行ったことへの報復だった。エルノールの年代記によれば、サラーフッティーンは、オンフロア4世の母、エティエネットに説得され、神動神父が身を隠している塔へは攻撃しなかったが、城のそれ以外の部分へは攻撃を続行した。しかし12月4日、 ボードアン4世とトリポリハクレーモン3世の援軍が到着し、下落城は解放された。1183年3月、病状が悪化し死,死が近づいていることを悟った、ボードアン4世は、イボアネシビーユとその夫ギードリュジニアンから相続権を剥奪し、シビーユの前夫との子である6歳のボードアン5世を後継者とし、レーモン3世を摂政に指名した。また高等法院は、 万が一ボードアン5世が死去した場合、教皇、神聖ローマ皇帝、フランス王、イングランド王が、シビーユとイザベルのいずれがエルサレム王位を継承するか決定できると宣言した。ボードアン4世は1185年3月に死去した。ボードアン5世が後を継いだが、彼も翌夏に亡くなった。シビーユの母方のおじジョスラン3世ドクルトネーは、 摂政となったトリポリハクレーモン三世を説得し、国内の貴族をティベリアスに集めて、会議を行うためにエルサレムを離れさせた。そして摂政がエルサレムを離れたのを見計らって、ジョスラン三世はシビーユートギードリュジニャンをエルサレムに呼び戻した。裏切られたことに気づいたレーモン三世は、すぐにナーブルスで高等法院を召集した。オンフロア四世を含む、 ほぼすべてのエルサレム貴族は、ナーブルスに向かったが、ルノード・シャティオンだけは、エルサレムにおもむいた。レーモン三世についた貴族たちは、エルサレムに使者を送って、シビーユとギード・リュジニアンに本意を促し、ボード・アンゴ・西没後の問題を高等方院に、任せるよう求めた。しかしシビーユはこれを無視して、エルサレム総大司教ヘラクリウスから退官を受けて、エルサレム女王となり、夫の頭にも、 王冠を被せた。ほどなくして、レーモン三世の発案により、ナーブルスの貴族たちは、イザベルとオンフロワ四世を、シビーユ夫妻に対する対立王に立てることにした。レーモン三世らは、エルサレムへの侵軍を主張したが、当のオンフロワ四世は、エルサレム王位を欲しがらなかった。彼は夜中に密かに、ナーブルスを離れて、シビーユに面会するべく、エルサレムへ赴いた。当初、 シビーユは彼を拒絶したが、彼の意図を知ると、彼をギード・リュジニャンの元に連れて行った。オンフロア4世はギード・リュジニャンに忠誠を誓い、自らとイザベルに退官するという陰謀に終止符を打った。これを受けて、レーモン3世とボーデュアン・デーブランを除くすべての貴族たちが急いでエルサレムに戻り、ギード・リュジニャンに侵入した。 ギード・リュジニアンはかつて1180年にオンフロア4世が放棄したトロンとチャスル・ヌフを1186年にジョスラン3世に与えた上でそれをオンフロア4世に変換し今のオンフロア4世の所領と交換するよう指示した1187年前半オンフロア4世の系譜、ルノード・シャティオンがエジプトからシリアに向かうキャラバンを襲撃したこの頃はまだ エルサレム王国とサラー・フッティーンの間の和平期間中であったが、自身のオルトリー・ジャードン協領はその対象外だというのがルノード・シャティオンの主張だった。リード・リュジニャンは賠償金を支払うよう、ルノード・シャティオンを説得しようとしたが、聞き入れられなかった。サラー・フッティーンは、エルサレム王国に対するジハードを宣言し、1187年7月4日のヒッティンの戦いで、 エルサレム王国の連合軍を壊滅させた。オンフロア4世は、この戦闘に参加していたが、他のほとんどのキリスト教都指揮官らと共に、サラーフティーンの捕虜になった。サラーフティーン自身の手で処刑されたルノード・シャティオンや、熱狂的な IU 部兵に虐殺された、修道騎士たちを除き、サラーフティーンは捕虜たちを除名した。彼は捕虜をダマスカスに移送した上で、 残るキリスト教と支配下の都市や要塞を次々と攻略していった。なんとか抵抗を続けられたのは、オルトリジョドンの下落城とモンレアル城を含む、ごくわずかな要塞だけであった。10月、オンフロワ4世の母エティエネットは、サラーフティーンと交渉し、息子を解放してくれれば、両上の守備兵を説得して降伏させると約束した。サラーフティーンはこれを承諾し、 オンフロア4世を母の元に返した。ところが、領上の守備兵は、ガンとして会場を受け入れなかったので、オンフロア4世は、ダマスカスに帰って、旅収の身に戻った。しかしほどなくして、サラーフッティーンは彼を、身の白金や新たな交換条件なしに解放した。下落は1188年末まで、モンレアル城は、その数ヶ月後まで持ちこたえたが、 最終的にサラーフティーンの軍の前に落城した。1190年、シビーイユとその二人の娘が死去した時、オンフロワ4世とイザベルの夫妻は、アッコの十字軍陣営におり、アイユー部長軍に包囲されていた。エルサレム貴族のほとんどは、イザベルが王国の正当な継承者であるとみなしており、ギード・ルュジニャンは、妻子の死により多い請求権を失ったと考えていた。 しかし同時に彼らはオンフロア4世もエルサレムを落として不適格だと考えていた。何よりも1186年に彼が自分で王位をシビーユトギードリュジニアンに譲り渡した行為が後を引いていた。エルサレム貴族たちはオンフロア4世よりも十字軍の指導者の一人でサラーフティーンカラティルスを守り抜いたモンフェッラートコーコンダアートに期待を寄せるようになっていた。 イザベルの系譜バリアン・デーブランも、コンラートの支持者の一人だった。バリアン・デーブランとその取り巻きは、イザベルとオンフロア4世の婚姻を無効とする、方向を目指すことにした。夫婦の間には、まだ子供が生まれていなかった。同時代のアイティネラリウム・レジス・ロカルディでは、1190年、頃のオンフロア4世、男というよりも女のようで、人付き合いは物静かでひどい喫音があったと、 描写されている。イザベルの母マリア・コムネナは、イザベルの天幕に入って、彼女に、夫の元から離れるよう敷いた。マリア・コムネナは、イザベルが8歳の時、ボードゥアン4世が彼女にオンフロア4世と、結婚するよう強制したのだと主張した。これを受け、教皇特使のピサ大司教、ウバルド・ラン・フランキト・ボーベ司教、フィリップ・ド・ドルーが、オンフロア4世とイザベルの婚姻の取り消しを、 宣言した。しかし、教皇インの権定数3世が調査したところ、取り消しの義に出席していた騎士の一団が、イザベルとオンフロア4世紀の双方が取り消しに抗議していたと証言した。カンタベリー大主教ボーレドウィン・オブ・フォードは、死の床で、イザベルとコンラートの結婚は、貫通に当たるとして、これを禁止した。しかし、これを無視して、コンラートは190年11月24日に、 イザベルと結婚した。ギード・リュジニャンは、イングランド王位を諦めておらず、1191年5月に、キプロス島のリマソウルにいる、イングランド王リチャード・一世の下を訪れた。オンフロワ4世も彼に帯同した。ギード・リュジニャンとオンフロワ4世は、リチャード・一世に新従令を取った。リチャード・一世は、アラビア語の官能なオンフロワ4世を、サラー・フッティーンの弟で、リッタにいる。 アルイコールアーディルの下に派遣し、交渉を試みた。リチャード一世は、妹ジョーンをアルイコールアーディルに継がせ、聖地を持参金として送るという案を提示したが、この交渉は何も合意に至ることができず終わった。1192年4月28日、コンラートが二人の男に暗殺された。暗殺者の一人が、暗殺教団のラシード・ウッディーン・スイナーンの手のものだと、 白状したにもかかわらず、同時代の資料では、オンフロア4世に黒幕の疑いがかけられている。しかし、近代以降の歴史家たちは、オンフロア4世は無実だという意見で一致している。というのも、オンフロア4世の経歴の中に、どんな場面にも彼が主導権を握ろうとした例がないからというのが、大きな要因である。未亡人となったイザベルは、1192年5月5日に、 アッコで、シャンパーニューハクアンリ2世と再婚した。アンリ2世も1197年に死去すると、イザベルは、キプロス王エメリード・リュジニアンと再婚した。それから間もない1198年、オンフロワ4世は死去した。彼の継承領地である、トロン教領は、1129年に、エジプトのスルターンである、アルカーミルと神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の、 交渉により再考された。この報道を受け取ったのは、オンフロア4世の妹イザベルドトロンのひまマリー、ダンティオケであった。ありがとうございます。